こんにちは、セイコンです。今日は美女と野獣の王子様の毛並みの塗り方が知りたいというリクエストをいただいたので、今回はこの野獣を塗りたいと思います。リクエストありがとうございます。まず前半は野獣の毛並みを塗って、次回以降の後編でタキシードを塗っていきます。今日使う大体の色を紹介します。濃い青色、焦げ茶色、赤茶色、オレンジ味の茶色、濃いピンク、オレンジ、淡い黄色、灰色、そしてホワイトペンです。では、私がイメージしている毛の流れを簡単に描きます。そして明るくしたいところや膨れているところをグリーンで囲っています。では今日もゆっくり塗っていくので一緒にやってみましょう。まずは濃いピンクで耳の中を塗ります。次は角の内側を焦げ茶色で塗ります。お鼻も塗っておきましょう。濃い青で目を塗ります。そして灰色で白目と牙を塗ります。次は赤茶色で角から塗ります。上の方は塗らずに少し残しておきます。野獣の顔のデザインで濃い部分からまず赤茶色で塗ります。眉毛の下や鼻の横にも赤茶色で薄く塗って影っぽくします。
上もぬりぬり。はじめからある毛並みの線の際から色鉛筆を払うように塗っています。毛並みの線がないところにも色鉛筆で線を加えながら塗っていきます。毛並みをなでるようにぬりぬり。元からある毛並みの線の横や明るくしたいところは書き足す毛並みの線をわざと残しておきましょう。次はオレンジみの茶色で顔から優しく塗っていきます。暗くしたいところは筆圧を上げて
膨らんでいて明るくしたいところは力を抜いて塗っています。毛並みに沿って線を入れます。優しく線を残すことで野獣のふわふわな毛並みに近づいてきましたね。後ろ髪を塗るのを忘れていましたね。赤茶色で塗っています。そしてオレンジ味の茶色を重ねます。次は焦げ茶色で角に優しく重ねます。顔の濃い部分にも重ねます。毛並みの線も新たに上から重ねましょう。
並みの中に暗くする部分を作るとより立体感が出てふわふわに見えてきますね。次は淡い黄色を使います。眉毛を塗り塗り、毛並みの上からも塗り重ねましょう。爪は焦げ茶色で塗っています。次はオレンジで塗ります。特に明るくしたい部分にオレンジで毛並みを描き足します。唇もオレンジで塗って、そして赤茶色を重ねます。額や角にも重ねます。全体のバランスを見て、さらにオレンジで毛並みの線を足します。次は赤茶色で塗っています。そして焦げ茶色で影を濃くします。
では仕上げにホワイトペンで瞳と白目に輝きをちょんちょんと入れましょう。皆さんお疲れ様でした。前編はここまでです。毛並みの感じを塗り絵で表現したい方に少しでも参考になればいいなと思います。今回の野獣の毛並みが気に入った方はグッドボタンお願いします。コメントやリクエスト、チャンネル登録もお待ちしています。インスタグラムもやっているのでフォローお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。